開催国枠以外では48年ぶりの出場となる来年のパリ五輪へ、日本代表では新たに12人のメンバーを巡る競争が始まる。その中で注目されるのが、米プロ協会、NBA でプレーする八村塁レイカーズの動向だ。ワールドカップ、W 杯、開幕2ヶ月前の6月下旬。 代表候補に上がっていた八村は NBA シーズンへの調整を優先するとし、代表入りを辞退した。パリに向けた今後の代表活動は、10月に開幕する NBA の2023から24年シーズンを終えた後になる。トム・ホーバス監督の下でプレーしたことがなく、チームの戦術を理解するには時間が必要だが、加入すれば大きな戦力になることは間違いない。 W 杯で八村の代わりにパワーフォワードのポジションを務めた渡辺優太、サンズは、かつてこう言った。チームの強いところで攻めるのはセオリー。ルイがいるならば、彼の得点力は絶対に使いたい。八村がいれば、渡辺も本来のシューターとしてのプレーが増え、戦い方の幅も広がる。W 杯でアジア勢最上位となった日本は、 5試合で平均83.2得点とまずまずの数字をマーク。しかし、パリ五輪リは W 杯で敗れたドイツ、オーストラリアと同等かそれ以上の競合からの勝利を目指す戦いになるだろう。得点力にさらなる上積みが必要だ。W 杯終了後、ホーバス監督は、彼がうちのバスケをやりたいなら、声をかけて。来てくれたら嬉しい、と呼びかけた。 日本協会の東野友也技術委員長は、八村も W 杯を見てワクワクしてくれたと思う。八村が強力なピースとして代表に加わり、チームに溶け込むには日本協会の働きかけも重要になりそうだ。